メタバース、メタバースパパニュースへようこそ。体調は崩されてないですか？そいつはよかった。私も元気です。この番組はメタバースに取り憑かれて1390人が参加するメタバースイベントウラシーを主催するようになってしまった外資系 IT 企業のセールスエンジニアパパ丸山がお届けしております。メタバース最新テクノロジーを使いこなして、この荒波を一緒に乗り越えていきましょう。本日はですね、メタバース関係ありませんNHK の朝ドラ舞い上がれです。まあ、もう初回から大好きで見ているんですけれども、いよいよ最終回目前ということで、ちょっと今日の舞い上がれ、まあ、かなり今後にこの最終週に向けてのかなりキーとなる回だと思うので、ちょっと朝ドラ好きの方、ちょっとお手を止めていただいて、一緒に今後の展開予想していきましょう。舞い上がれは東大阪と長崎を一緒に舞い上がれるのか、というわけで、まあ、今回あらすじはちょっとざっと飛ばします。もう見ていただいてね。さあ、舞ちゃんどうすると、どうするどうするっていう問題がありますよね。まあ、長崎を離れたくないバンバン、気持ちわかります。大阪に連れて行きたいお母ちゃん、気持ちわかります。ただね、バンバが行かないと言っている以上、なかなか大阪には連れてこれないと思うんですよね。さあどうする。これで私は大胆予想ですけれども、舞ちゃんとタカシッティとあゆみちゃん、長崎に移住するんじゃないかなと思います。というのも、まあ、長崎の方に行けるんですよ。まずタカシ君が詩人なんで場所を選ばないと。で、舞ちゃんも自分の会社の社長なんで長崎支店みたいな感じにしちゃえば行けるんじゃないかと思うんですよね。はい、そうですね。長崎でどうするの、仕事あるの、これがね、仕事の種がね、ちょっと物語の端々に出てるんですよね。そう、例えばドローン、なんか部品必要そうじゃないっていうあとドクターヘリ、なんかヘリ作っちゃえばいいんじゃないとかね。あとラジオ壊れてましたよね。あのラジオも東大阪で直せるんじゃないとか、こう壊れた電化製品直すとか、なんかそういったいろんなつながりで東大阪と長崎もう全部一緒に舞い上がるみたいな展開望んでますというか予想してますそう、舞ちゃんの夢、いろいろ夢変わってるってね、ネットでは言われてますけど、私根本は変わってないと思ってるんですね。舞ちゃんの夢は周りの人をみんな一緒に連れていく、これが夢の原動力だと思ってるんですね。パイロットになっていたり、人力のね、飛行機のパイロットになったり、飛行機作りたかったり、町工場手伝ったり、自分の会社作ったり、でも根本にあるのは周りにいる人みんな一緒に連れていくっていうのが、これ舞ちゃんのマインドだと思うので、そういう意味でいくと、いろんな方法の中の一つとして長崎に行くっていうのがあってもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。あなたの舞い上がれの予想もお待ちしております。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。舞い上がれ最終週まで応援していきます。どうしてもっていうわけじゃないけど、フォローしてくれると嬉しいな。パパ丸山でした。バイバイ。